こんにちは、ゆうです。バズダのお時間です。はい、今日は無課金サバが芝居のあるやっていきたいと思います。はい、今日お誕生日の方おめでとうございます。今日から撮影日時点で7月1日ですね。上半期が終わって下半期始まったということで、はい、もちろんそういう節目にはガチャを引くものという僕は決めているので、はい、スパイファミリーコラボガチャ引いていきたいと思います。はい、ユーザー情報無料配布分購入歴無料配布分、購入歴無料配布分63個でございます。ね、ちょうどね9回引けますね。クエストはねとりあえず10までクリアしまして、はい、そこからねそれ以降はちょっと動画にちょっとしていきたい なと思うんですけど、はい、10までは一応一通りクリアしました。あとね、今回はあの動画の最後にちょっとね告知というかお知らせがございますので、はい、最後までスキップせずに、まあスキップしてもいいけど最後だけ見てください。はい、それではね引いていきましょうか。ちょっと狙いで言いますとね、まあ、シルビア欲しいんですよ。僕ね、この芝居にまでちょっとね、その、騙されてました、ちょっと。ボンドフォージャーが出た、犬が出ただけで、はい、ちょっとね、満足してた。全然持ってなかった。はい。それでは、引いていきまーす。はい。まずね、ちょっと一回ずつね、ちょっと告知も兼ねて、ます。一回ずつね、ちょっとほんまに、頼むで、かじんで、いやー、これ学長じゃなくて、校長でしたね。ごめんなさい。ちょっと思い出しました、僕。ヘンリー、おー、4体、8体いたらいいんですよね。8体いたらいいから、あと5体か。よし、いいですね。2回目。スパイファミリー。スパイファミリー。オッケー、スパイファミリー。いやー、ちょっと渋いね。でも、なあ、もう周回要員、ええか。我ながら、エレガント。エレガント打たれますしね。よし。さあ、まーす。はい。はい。いや、もう3回引いた。これ、いや、シップ。この子は持ってなかったかな、確か。どうやったやろ。持ってる。あ、でも武器も作れるし。星7マジで欲しいんよなぁ。ね、もう3回引いたんですね。4回目。はい、あ、くるぶった。はい。最近です、僕ね、その、PC を触りすぎて、小指のここに豆ができちゃって、もうほんまに、いや、こんなったあと3体でよか、もう、あと3体でよか。よし。じゃあ、あと5回ですね。4回回しましたね、今。はい。よし、来た。いや、シルビーやったっけし、こんにちは、こんばんは。の人が欲しい。オーケー。ロイドさん、これはいいね。実はね、メインアカウントで僕ね、昨日、サクッと、昨日というか、朝方、クエストクリアして、ロイドさんね、3連続出たんですよ。よーし、まあまあ、でも、1体いたらいいでしょう。よし、こんな感じでね。こんにちは。またはこんばんはやったかな。いやー、出ないね。これは持ってるんか。いやー、ちょっと厳しいね。芝居ネバラとスパイファミリーの相性が悪すぎて、長老が良かったんですけどね。あと3回。マジで。ランク上げしたいのよ、僕も。この芝居ネバラもさ、メイン今頑張ってるからさ。よっしゃ、来いよ。こんにちは、こんばんは。ボンド。いいっすね。蝶ネクタイ作ろうか。でも結構優秀っすね、これ。チーム HP2 個でしょ？実質ドフラミンゴ武器みたいなとこありますよね。悪魔タイプ付与がない。いいでしょ。これはリダフレボンドでちょっと遊びたいっすね。はい。あと2回。はい。はい。くっと待って。また、にゃか。ちょっと渋いね。ラスト。マジで。名前ちょっと覚えよう。
シルビアシャウトさん、シルビアシャウトさん救いたいな。聞いてるか、シルビア シャウトさん。あ、わかん、もう忘れてもうた。はい、グッ、はい、それでは結果見ていきましょうか。はい、スパイファミリー、本日の入手分は、校長が3対2、ロイドさん。で、あと、ボンド。結構渋いっすね、これ。結構渋いですね。で、今持ってるのは、まあ、これ、ということで、あ、スパイスガールも出てる。いや、ちょっと渋いなぁ、渋いなぁ。はい、ということでここからは告知なんですが、私まあ、ちょっとウームさん協力のもと、ムーオンデマンドさんというところで、今回グッズ販売をさせていただくことになりました。あー、ちょっと本当にありがたいことで、はい、期間は7月1日から、8月31日、31日までなんですけど、本当はね、ちょっとね、3つご用意しようと思ったんですけど、ちょっと2つしか間に合わなくて、柴犬丸の、僕が初期に使ってた、ちょっと、まあ、僕がちょっと柴犬が好きっていうことで、まあ、ね、柴犬丸という、ついてるんですけど、柴犬丸、スマホリング、スマホ、柴犬丸、あと、ミラー、ちょっとね、ちょっと今回ね、完全受注生産となっておりますので、ちょっとお値段もちょっと決まっておりまして、ちょっとその中からちょっとお安く、皆様にご提供できる、ちょっとグッズを選ばせていただきました。そちらの、告知も兼ねてという感じでね、今回動画を撮らせていただきました。はい。詳細はね、僕がちょっとやり方を分かれば概要欄にちゃんと書いてあります。分からなければ後日コミュニティ欄やツイッターでも告知させていただきます。とりあえずもう動画撮影日7月1日からもう販売開始しております。はい、そちらも、ぜひぜひご購入検討いただければ幸いです。それでは今回はこの辺でお開きにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良ければチャンネル登録、こっちはね、チャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。もちろんね、グッズのチェックもよろしくお願いします。それではお相手は私、ゆうでございました。お疲れ様でした。